ボンジョルンダラトスカーナ、イージーフィレンツェのトモコです。トスカーナワインシリーズ第1回目、DOCG、イニツィアモ。今日はトスカーナの DOCG と呼ばれる銘柄の種類と位置関係をお話ししたいと思います。イタリアには20の州があり、その真ん中にあるのがトスカーナ州です。で、トスカーナ州には10の県がありまして、今日お話しする銘柄に関連するのがこれらの5つの県です。トスカーナワインの主なブドウ品種はサンジョベーゼ。名前の由来ははっきり分からずで、いろいろとありますが、ゼウスの地と言われています。とってもかっこいいですよね。でサンジョベーゼはイタリアの土着品種で、イタリアで最も栽培されている品種で、クローンが多いんです。まあ、クローンとはね、品種のさらなる種類で114種ほどあるそうです。で文章に初めてサンジョベーゼの名前が示されたのは16世紀末、しっかりした良いワインだということと、失敗のないブドウ品種と書かれています。そして今では世界で、最も良いサンジョベーゼができる土地、それがトスカーナです。イタリアワインの銘柄の格付けには DOCG、DOC、IGT、テーブルワインという4段階あります。でね、上に行くほどルールとチェックが厳しくなります。銘柄のルールにブドウ品種の最低使用パーセントというのがありますが、トスカーナの11ある DOCG をサンジョベーゼの最低含有量順にサクッと見ていきましょう。まずはサンジョベーゼ 100% 使用、ブルネンロディモンタルチーノ、シエナ県。以前ね、サンジョベーゼグロッソって言われてましたけど、まあ通称ブルネンロですね。でイタリアワインの女王です。ワインはイタリア語でビーノ、男性名字なんでね、女王中よりはオっていうのが正しいんですけど、華やかさがあることからイメージは女王です。でブルネンロの生みの親のワイナリーといえばビオンディサンティ、残念ながら数年前からフランス資本になりました。次はモンテクッコ、サンジョベーゼ最低 90%、シエナ県。1998年から DOC、 2011年に DOCG と、まあ、比較的新しく DOCG の仲間入りしています。モンタルチーノの南に当たります。でモンタルチーノ地区とオルチャ川を挟んで隣接しています。まあ、見えてる川がね、オルチャー川ですね。でモンテクッコ地区の一番大手はコレマサーリ社、創業は DOC の銘柄取得と同じ年、1998年。ポッジョリソットとグラッタマッコも所有しています。まあ、大手が来るとね、宣伝に力が入ります。と言ってもね、この土地はアミアータ山という元火山の周辺ですから、ワインには面白い土地なんです。だから銘柄取得はまあ当然の結果でもあります。サンジョベーゼ最低 85% のモンレリーノディスカンサーノ、クローセット県。ここのサンジョベーゼはね、通称モンレリーノ、2つの川に挟まれ海の近くの丘陵地です。キアンティクラシがチェリーの香りとしたら、モンレリーノはラズベリー、キアンティとはまた違う気辛さがあります。日本で手に入りやすいのはモーリスファームでしょうかね。キアンティクラシコ、サンジョベーゼ最低 80%、シエナ県とフィレンツェ県にまたがります。でカステルディブローリオのリガーズリ男爵が19世紀にキアンティクラシコの配合を決定しました。まあ、彼はイタリア王国の2番目の首相ですが、同時に農学博士でもあったんです。でこれがリガーズリの畑です。でキアンティはここにロゴを置いときましたが、トスカーナ中で作られています。サンジョベーゼ最低 70%、 シエナのキアンティは最低 75%、 世界で最も愛されるイタリアの赤ワインです。次にビーノノービレデモンテプルチャーノ、サンジョベーゼ最低 70%、 まあこれもシエナ県です。この地区のね、サンジョベーゼはプルーニョのジェンティーレと呼ばれます。ジェンティーレ、優しいという意味ですが、味をよく表しています。ビオディナミ農法を実践しているワイナリー、アビニョネージが一番有名ですかね。甘口ワイン、ヴィンサントでも知られています。カルミニアーノはね、サンジョベーゼ最低 50% でプラトー県です。
でここはね、明治時期に愛された地区で、美味しいワインの地区としてキアンティクラシコと並び昔から定評があります。言うてもね、そんな知名度少ないと思ってたんですけど、昨年この地区のワイナリーピアッジャのリゼルバ2016年がガンベロロッソによりイタリア1に選ばれました。生産ボトル数や 3万本と少量ですが、日本にも入っています。バルディコルニアロッソはサンジョベーゼ最低 40% リボルノ県、南トスカーナの海沿いの地区で太陽の日差しと海が融合したワインです。有名なワイナリーはペトラですかね。でワイナリーの建築が素晴らしいことでも知られています。で気軽さまにね、夏のバーベキューにもぴったりなワインもあります。これ以降3つの銘柄はね、サンジョベーゼ 0% です。で、まあ、スベレート地区、カベルネメルノの土地でリボルノ県です。この地区を代表するワイナリーがトワリータです。エルバ、アレアティコパッシート、リボルノ県、金魚の形をした、ね、エルバ島の甘口ワインでアレアティコ品種を使います。太陽の下で潮風にさらして干します。これがエルバ島の海なんですけどね、こんな景色飲みながらワインを飲んでみたいですね。最後はトスカーナが誇る白ワイン、ベルナッチャでサンジェミニアのシエナ県、ベルナッチャ品種です。モンテニードリアね、チェザーニが有名ですね。内陸部でありながら貝殻がゴロゴロ見つかる土壌です。こうやってね、DOCG の銘柄を見ていくと、シエナ県と、旧死火山のアミアタ山の周辺、そして海沿いに美味しいワインが集中しています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。トスカーナワイン美味しいですよね。またグラス片手にトスカーナでお会いしましょう。でよろしければチャンネル登録、いいねお願いします。ではアラプロッシマ。